どうも、森さんちの村上です。今日はですね、娘の誕生日が来ましたので、夜に美味しい料理を作ってお祝いしたいと思います。頑張っていつもより、品数多めに娘が好きなものを使って作っていきたいと思います。まずは簡単にちらし寿司。お刺身を、こういう感じで買ってきました。ちょこっとずつ切って乗せようと思うので、これと、あと混ぜご飯も好きなんで、ちょっと2種類作りたいと思います。キノコ、人参、油揚げは冷凍してるやつですね。これを細かく切って、ちょっと煮て味付けしていきたいと思いますね。キノコ。キノコ何でもいい。しめじと、シイタケ。なんかキノコ料理するときに、キノコは2種類以上入れると美味しくなるって誰かから聞いたのかな。ちょっと多すぎたかな。もっと少なくてもよかったかな。で、あと人参も。こんな全然使わないです。ムーさんは、いつ頃から料理始めたんですか？私ね、食べるのがすごい好きでね、調理クラブって小学校の時にクラブ活動みんな入るじゃないですか。学校で物が食べれるっていう嬉しさでね、速攻選んでましたね、調理クラブ。そう、もう料理するのが楽しかったんですね。楽しかった。なんか、いや、食べたかった、とにかく。癒しかった。これを全部一気に煮ていきたいと思います。アガベシロップ。あ、出ました。なんか、YouTube のコメントで、はい、アガベシロップって何なのとか、どこで売ってるのみたいな質問が。これね、そうそう、私でもいつも言うの忘れてて、当たり前のようにアガベシロップを使ってるんですけど、コストコが好きで、コストコに売ってるんですよ、アガベシロップ。ボトルが2つでセットで大体売ってるんですけど、いくらぐらいだったかな ?1600 円ぐらいだったかな。結構甘さがしっかりしてて、少量でも本当に甘みが出てくるというか、何でできてるかってアロエ？はぁ。なのかな？確か。私もどういうものなのかちょっとあんましそんな詳しくはないんですけど、とにかくオーガニックでいいな、みたいな。砂糖もいいんだけど、こっちの方が本当に色々溶けやすいので、かなり使いやすい。っていうので好きなんですよね。このぐらいが大さじ3ぐらいいっちゃおう。お酒はね、多く入れても間違いないんですよ。美味しくなるから。アガベシロップはだいたい小さじ1ぐらい入れようかな。で、めんつゆ、これは3倍濃縮ですね。白だしでもいいと思います。めんつゆ、小さじ3ぐらい。で、しっかり、この染み込ませて、きゅうりを使って塩もみにして、それもちょっと散らしたいと思いますね。塩もみするのがすごい好きなんですよ。なんかすごいそのまま食べても美味しいんだけど、食感が良くなるのがね、大事だと思ってね。なんかお祝いだけど、そんなにね、お金かけられないじゃないですか。まあまあまあね。なるべくお手軽にね、済ませたいなっていう人もいると思うので。だったら外食がいいよと思っちゃうのね。ここにお塩を少し。ムーさんでもやっぱ外食がいいなと思います。いや、そら寿司食いてえなとか思う時ありますよね。あ、まあそうですね。あと毎日やっぱ料理してると人の味付けのものが食べたくなったりね。それから、よし。こういう感じでキュウリも塩もみしときますね。ちょっとだんだん水がいっぱい出てくるので最後絞りますね。卵を作ろう。美しさで言うと、錦糸卵とかをちゃんとこう作って薄焼き卵にして細く切ってほろほろほろみたいなのをやるのが理想なのかなと思ったんですけど、結構失敗しちゃったりとか、その後のこう自分のテンション、あ、失敗したと思うんだったら、最初から炒り卵にした方がまあ見栄えもそんなに気にしなくていいかなと思って、今日は炒り卵にしたいと思います。もう最初からね、スクランブルエッグみたいにほろほろほろって、これね、計量カップなんですけど、卵をこれでいつも溶いてるんですよ。っていうのは、ずっと お茶碗とかで、あとボールとかでやってたんですけど、これ口ついてる方が注ぎやすいじゃんと思って。ここ1年ぐらいで私はもうすごい救われました、これ。これで卵焼きを作るのが好きです。ここにちょっとじゃあ甘くするので、ここでもアガベシロップを少し。お砂糖少々って感じですかね。ちょっと豆乳入れましょうか。豆乳派なので、
しょ。それを入れるとどうなるんですか？パサパサが減るかな、ちょっと。かさ増しもあるかな。怖くないよ。失敗なんかないんだから、いい卵ほとんど。YouTube のコメントを見ると、うん、まあ、その得意な方もいらっしゃるんですけど、その苦手な方というか、初心者の方もいらっしゃって。はい、私もでも、すごいめんどくさがりなので、なるべくいろんなものを簡単に作りたいんですよ。でも美味しいものを食べたいっていうところもあるから、最初からもう綺麗に作ろうと思わなければいいっていう。なるほど、なるほど。ほら、もう一瞬だよ。黄色も大事だもんね、色味的にはさ。確かに綺麗ですね。ね、かければいいだけだから。もういいですね。ね、ちょっとずつ揃ってきたね。で、先にアボカドをじゃあ切ろうか。アボカド。お刺身にも合うしね。おしゃれですね、アボカド好きなんて。アボカドすごいですよ。もう2歳ぐらいから食べてますからね。考えられないでしょ。何してるんですか？あ、今これ先に切ってます、私。半分に切ってから、切りたい形に包丁を入れて、その後スプーンでほじってます。ちゃんとでも柔らかいアボカドだったらスルッとこう取れるんでね。切れてますね。切れてる、切れてる。アボカドって、まな板で切るとこう油っぽいから。ああ、大変ですよね。そうそうそう。それだったらね、ほじればいいからね、最後。酢飯の酢を作ろう。お酢大さじ2ぐらい。半分は混ぜご飯だからね。それ、何合ぐらいに対して？ 1.5 ぐらいのイメージです、今。3合ぐらいのご飯を今日はちらし寿司に使おうと思って、半分はこの煮てるやつを混ぜご飯にして、半分はちらし寿司のお刺身を乗せて作ろうと思っているので、大さじ半分ぐらいの砂糖、甘み。あんまりね、甘くなくてもね、意外といけるんですよ。酸味効いてるなっていうので上に乗っけちゃえばね、わかんないんですよ。寿司酢の塩梅は。あんまバレない。ご飯どれぐらいですか？ 1.5 合。ご飯 1.5 合ぐらいですかね。一気に炊いちゃってるからあんまわかんないんだけど。まあもういい香りだもん、もう。こんなの酢飯よ。いいじゃない。いいしますね。ね。本当はボールじゃない方がいいって言うけどね。寿司桶みたいな。そうそうそう。いいよね、別に。あ、おいしい。お稲荷の中身みたいな感じでおいしいね。ああ、最高ですね。最高ですね。どうしようかな。どうしようというのはどういうことでしょう。いや、お酢を入れようか迷ってたんですけど、入れた方がでも食が進むか。小さじ1ぐらい。あ、そっちに入れるんですね。そうそう。そんなもん。なんかお酢入れるといいって言うじゃんね、プロたちは。確かに。あと体にも良さそうですね。うん。それ、かいわれじゃないですね。そうなの、そう。大人はかいわれが好きなのよ、ちょっと辛みとか。だけど、子供は、これだったら辛くないから。なるほど。そう、いいんですよ。で、見栄えもいいじゃないですか。なるほど。だからね、うちはね、このブロッコリーのスプラウトを使ってるんですよ。こういう子供の好き嫌いってどうされてます？うちね、他のお家から比べたらね、そういうのがすごい少ないからね、めちゃめちゃありがたくて、癒やしいのよ、とにかく、食べ物に対して。ちょっと誰に似たっていうか、親に。もう、親の DNA がね。もう、そうなの。もう、それはね、もう分かってるの。食べ終わる前にキープしちゃうみたいな、もうそういう感じとかも。キープなんて教えてないわけですもん、ね。教えてないし、もっと食べたい、足りないよってなんないように、絶対多めに作ってんのに、唐揚げだとしたら何周も回るのに、これは自分のだみたいなことを言うのよ。子供は親の背中を見て育つ。いや、でも見せてないのよ、そんな姿は。本当に恥ずかしいから、それは。で、あ、これもじゃあ冷めてきたので、こっちの中にもうご飯を入れちゃいたいと思います。洗い物もしたくないからね。鍋ごと言っちゃうよ、そんなのもう。汚いことをしてるわけでもないし。わあ、でも美味しそう。お肉とかは入れてないけど、全然やっぱり、このキノコの香りと旨味がいい感じで出てますね、この。これ今半分にして、こう、2色にしようっていう。あ、そうなんです。こっちはお刺身の。そしたら、お皿は1個で済むから。なるほど。彩りじゃなくて。いやいや、彩りもありますよ。それは、この中で考えますよ。考えるけど、やっぱり3人しかいないからさ、これがドンドンっていうわけにはいかないじゃない。確かに。量的にも。いいじゃないですか。そうですね。ね。で、こっち側に、私のやつ持ってて。
この皿グラタン皿なんですよ、本当は。へえ。だけどね、すごい大きいから便利でね。いいですね。そう。なんか大皿ってやっぱ1個あると深いから、すごい詰めやすい。ごま忘れちゃった。まあいいか。上からもかけちゃう。そういうこともある。すりごまをやりようと思ってた。あ、混ぜようと思ってたんですね。混ぜようと思ってた。忘れた時はもうかける。まあでも、口に入っちゃえばね。そう、一緒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 。きゅうり使える。あ、きゅうり、真ん中に挟んでもよかったわ。それはお任せします、皆さんの。あ、そのご飯とご飯の間。ご飯とご飯の間とかにね。けど、もう今日はそんなことはやらないので。私もね、すごい好きなんですよね。あんまり触んない方がいいっていうから。そうなんですね。そうそう。だから、こう、お皿を用意して、もうすぐ乗せられるようにしといた方がいい。もうこれでなんかいい感じじゃん、紅白で。そうですね、だいぶ美味しそうですね。今日はしかもタイム入っちゃうんですからね。贅沢。贅沢。あ、アボカド忘れちゃったよ、ほら。わ、いいなぁ、食べたいなぁ。いいよ。自分が美味しそうだなと思わなかったら誰も美味しそうだと思わないもんね。なるほど、なるほど。うん。あ、いいんじゃないですか？できましたよ、チラシ寿司。お料理完成したんですが、ここで一個、お祝いなので、ちょっとこの糊を使って文字を書いていきたいと思います。やっぱひらがなは結構曲線があるので、なかなか難しくなっちゃうので、今日は、祝うっていう字を、ボンっていきましょうか。切り絵の職人さんみたいな。そう、難しいな、結構。その下書きなしでいけるもんなんですね。わかんないよ。わかんない。いけると思うんだけど、いや、早くやりたいのに時間かかるな、これ。これで美味しくなるわけじゃないですもんね。そうなのよ。ただもうこれはもうしょうがない。お祝いだからやるしかない。テンション上がるから、これは。いいじゃん！あ、上手。よし、これを乗せて、出来上がりでーす。いいね。それでは、次はお肉料理をいきたいと思います。娘がニラが大好きなので、鶏の胸肉を使って巻いて焼いていきたいと思います。このままだと巻きにくいので、少し湯がいてしなしなにしていっぱい食べれるように、玉ねぎも少し入れようかな。玉ねぎはスライスで、お好みの量ぐらいです。はい、巻ける分量がね、そんなにないので、こんなに入らないかもしれない。そのまま入れちゃうんですね。いや、そのままちょっと柔らかくしたいので。本当はでっかい鍋でね、入れたらいいんだけど、でっかい鍋出すのも嫌なのよ。ほら入るもん、こうやったら。ここでも悩んでんの今私。ザルに開けた方がいいのか、本当は開けたくない、ザルも出したくない。でも今これ VTR で映ってるし、出した方がいいかな、どうしようかなって今。ちょっと世間体もあるし、世間体もあるし、村上ザルも出さねえよって思われたくないって気持ちもあるし、出さないバージョンでいこうか、今日は。じゃあったかいからさ、はい、びっしゃびしゃにはなんないじゃん。なるほど。こうやって元にここに戻すば。で、乾きやすいのよ、あったかいから。だからびっしゃびしゃにはなんない。これね。ほら。ほら、いいじゃん。誰が出さなくてもよかった。お肉を、じゃあ、あと切っていこうかな。パンパン叩くので、ちょっと、先にラップを敷いて。まな板にラップを。はい。なかなかやっぱね、薄くならないんですよ。だからちょっと半分に今日は切っちゃう。ラップもこうと切らないように注意して。なるべく薄くしたい、お肉。あ、上からまたラップを。そう、綿棒がちょっと汚れちゃうので。あと、お肉が飛び散らないので、これだったら。こういう感じで。おぉ。これはね、胸肉の得意料理を持っとくとすごくいいかもしれない。縦にも横にも伸ばしたいよ。これ1個。わ、すごい。1個できた。ほらね。これ1個。もう1個作っとこうか。よし。で、ここにニラと玉ねぎを乗せて巻いていこう。いけるかな？こういう感じで。あ、いいんじゃない？あ、いいね。あ、すごい。あ、いいじゃん、いいじゃん。で、こうやって整えて、あと焼けばいい。さっぱり食べたいわけよ、私は。ちらし寿司に合わせたいから。中身はだから好きなようにしてくださいよ。うちはたまたまニラだけど。今日はあともっとさらにさっぱり食べたいようにトマトも用意してるんで。ははは。どうしました？
ごま油で焼こうか、米油で焼こうか迷ってる。米油聞いたことなかったです。あ、本当ですか、はい、米油最近結構出てますよ。うわ、迷うな、どうしようかな。米油にしとこうか。どっちにでもいけるように。まあ、サラダ油的な意味合いですか、それは。あ、そうです、そうです。ごま油はもう中華になっちゃうから。でも中華のうまさもあるもんね。ただこれは中華にしたいかどうかっていう私の今のこの葛藤が。どうしようかなってすごい悩んじゃった。棒のまま焼くんですね。棒のまま焼きます。で、焼いてから切りますね。いきまーす。しまった。つなぎ目を下に向けたい。あ、しまった。小麦粉か米粉をつけようと思って、米粉つけます。忘れちゃって、こんがり焼きたかったの。すいません、僕が喋ってるばっかりで。いやいや、そんなことない。私はもうすっかり忘れてましたよ。大丈夫、こっちはいける。で、蒸し焼きにしてじっくり火を通します。で、これをやってる間にソースの方を。トマトを、ざく切りにして、このちょっと残っちゃった玉ねぎを細かくして、ポン酢で和えたものをこのお肉の上からかけて食べるっていうね。なるほど。本当にさ、この包丁よく切れるのよ。それどこで手に入れたんですか？あれですよ、何回も言ってるけど、ダメな。CM みたいになっちゃうから嫌なんだけど、はい、レジェンド松下さんから買ったストーンバリア。レジェンドさんから紹介してもらった鬼剥離の粉っていうのがあって、それがね、すごい掃除にもってこいの。油汚れにすごい効く、あの洗剤。へぇ。で、例えば本当に魚焼きグリルとか汚れが綺麗になるんですよ。あと洗濯機にも使える。例えば油汚れでこびりついちゃったものとか、あと人間から出る油にも強いから、襟周りとかの黒くなっちゃったもの、私は使ってます、ここぞという時に。で、このポン酢を入れちゃいます。浸るぐらい。これ絶対美味しいと思うんだけど。では焼けたので切りましょう。めっちゃ美味しそうな匂いしますわ。ねえ、すっごい匂い。うわ、すっごい美味しそうだけど、高さは出したいよね。まあいいじゃない。できました。まだ食べたことないんで味見してみたいと思います。はい、美味しいです。美味しい。トマトのこのさっぱり感がすごい美味しいっていうのはあるんですけど、胸肉がちょっとパサつくから苦手っていう人も、このトマトのソースですごい水分が一緒に取れるからあんまり気にならないかも。すごい美味しい。よかった。喜んでもらえそうです。さあ、続いてはですね、白滝が本当に大好きで、ほっといたらこれ全部食べちゃうから、なんかすすりたいみたいな。ことらしいんですけど、これを使って作っていきたいと思います。白滝臭さをなくすのに、あの料理研究家のリュウジさんから教わったのが、本当に水洗いをしっかりすれば全然臭くなくなるから、もうそれでいいですよって言ってたので、水道が出てくるお湯で十分臭みがなくなるって聞いて、でしっかり水を切って、もう長いと全部持ってかれちゃうからね。あ、なるほど。そう、一気に切っとかないと。白滝を、はい、ごま油で炒めます。今日は白滝と長ネギとカニカマで中華風炒めみたいな感じで、で、この間五十嵐美幸シェフに教わったカニカマ と、このネギの和え物がすっごい美味しかったんですよ。ヒルナンデスでね、ご一緒させてもらって、それをなんかごま油で、あの、あえてたのがすごい美味しかったから、あ、これじゃあ白滝もいけるかなと思って、ちょっと水が怖いな。いっちゃおうかでも。少し炒めてる間にネギを切ろう。斜め薄切り。そうしたらすぐ火が通るので、あんまりたくさん炒めなくてもいいかなと。ちょっといい感じで水分が飛んできたから、中華だし。中華だしを少々。はい、中華だしを小さじ1ぐらい。で、お塩と、お塩少々。カニカマをちょっとほぐしとこうか。ここをほぐして、ふんわりさせると、すごいカニっぽくなる。
美味しいメニューを利用させていただいて、リュウジさんと五十嵐シェフのいいとこ取りで、カニカマ通常ネギもちょっと、ネギたっぷり1本ぐらい入れちゃったね。少しごま油足そうか。こっちで白滝吸っちゃったから。よし、これ混ぜよう。あ、いい感じじゃないのこれ。簡単。ちょっと胡椒も入れてみようか。たくさんなっちゃうからネギが。あんまりもう、あ、ネギはシャキッとしてる感じ。うん、残したいですね。果たしてこれでどのぐらい味がついてる。白滝って水っぽくなるからね、難しいよね。美味しいね。結局美味しくなる。美味しいね。色合いもいいっすね。うん、いい、綺麗、緑とこの赤と。いや、ずるずるやるだろうな、これは。がっつり。今日はね、お誕生日ですから。ほんと喜んじゃうから、これでいいのって言っちゃうから。できました、白滝のネギカニカマです。さあ、こちら準備ができたので、あとは夜に食べたいと思います。お祝いです。さあ、料理ができたので夕飯ですね。うん、はい、お祝いなので、うん、好きなやつ食べてください。どれ食べたい？これ。はい、やっぱり白滝。うん、どうぞ。うん、うん、おいしい。一人で食べないでよ、みんなで食べるんだからね。うん、オッケー。みんなでこれからいただきたいと思います。